佐藤さん、お伝えしたいことが。ご苦労、うつし。佐藤さん。日の絵、湊。里の衆を集めてくれ。追っていた雷神竜、鳴葉忠姫の居場所が判明した。風神竜、いぶし巻彦と対になる存在。これを討伐すれば、百竜夜行はようやく収束へと向かう。ですが、ギルドから派遣され鳴葉忠姫に挑んだハンターたちはいずれも壊滅状態とのこと。そこで、いぶし巻彦を撃退したハンター宛てにギルドから討伐依頼が届きました。そういうことだ。どうだ、やれるか。うん、そうか。絶対、絶対元気で帰ってきてね。やられちゃったら承知しないんだから。あなたは僕の、いえ、この里の誇りです。田村の民は家族、一心同体だ。君の堂々たる姿に災いにあえでいた我々がどれだけ勇気づけられたことか。たとえ苦しい修行になったとしても、家族が故郷で待っていることを忘れるな。さあ、里の衆、我らのハンターが大勝負に打って出るぞ。協力を惜しむなよ。集会所へようこそ。まあ、特別なクエストが追加されました。それではまた。ついてはことを子孫じる。構わんからゆっくり考えろ。
どうする？腕が鳴るわ。いくらでもある。承知した。任せておけ。承知した。
武具の手入れを怠るなよ。十分。
いつでも起爆できます。
しません。頂戴します。よろしく。よいっす。では頂戴します。無駄にはしません。もらってくわよ。では無駄にはしません。頂戴します。よいっす。無駄にはしません。では知ったか。深すぎてそこが見えんな。ミナト、ナルハタタ姫の気配は消え去りました。お見事です。ん、まさに異列。ここん並びなき大手柄だ。日の江、湊、宴の準備はすでに抜かりなく。よろしい。では里へ帰るとしよう。皆が待っている。佐藤さん、雷神竜は、ついよついよ、今こそ巡り合わん。死死孫孫、大地へあまねく。いぶけ風、なれ雷鎚。行こう。